の親父は大阪で仕事しとって、大阪で生まれて、で終戦後こっち帰ってきて、それから真珠養殖を始めて、で真珠養殖30年ぐらいしとって、真珠養殖がみんなこう下火になってきて、でもう今度海苔養殖がこうちょっと生えてきたので、でまあ海苔養殖のがちょっとええんかなって言って、まあこの海岸で住んでるもんで、どうしても漁業がやっぱりそれしかないもんで、まあいろいろこのここら辺も発展してきて、いろんな漁師もおるし、若い人らはまだこういう漁業なんかやりませんしな、まあわしらの年代でこうだんだん減っていく一方ですわ。見れずしか入れへんわ、顔がな、よくこれ2万円って。息子は副業もあるもんで、でも忙しい時だけ来てもうとるような状態で、アオサギは漁場によってみんな色も違うし、のりも違うし、向こうの方の漁場とか南の方の漁場とか、だっていろいろあるんですわ、漁場によって。でもう業者さんも割合にここののりはいいなって言ってくれますけどね。仕事が楽しみですよ、仕事をしてやっぱり仕事する生きがいやね、仕事をしとるともう健康的にも自分に精神的にもええし、もう遊んどるとなんかブラブラしとるといけ、なんか気が見入ってしもてな、動いとる方がよろしい。